これはウニとイクラのパスタが寮から買ってきました。おいしい。カルボナーラ。おいしいやろ。いや。まず、うん。これもお腹いっぱいになるよ。食べよう。もうあかんだ。また交換。食べられるかな。結構多い、ね、うん。屋台で食べられんくない。屋台で。そう。何かあるんだろうね。この前ミワさんでチーズフォンデュあんな初めて見て、そうチーズフォンデュ思わず買おうか。500円。美味しかった。結構美味しかったし、ボリュームもあって、ブロッコリー2個、うん、でもともと野菜が入って、そうなんかこんなパックにチーズだって入れてくれて、で野菜とかパーンって入れてくれる、じゃがいもとか人参とかで、フランスパン一切れ入れてくれて、で500円。いや、こんな初めて見る。初めて。確かに屋台でね、そういうやつ初めて。一人やったら結構重いから、みんなでこう食べる。確かにみんなで食べない。いろんな、それだけでお腹いっぱいになっちゃう。そう、美味しそう。その前にカリカリチーズ揚げとか、ちょこちょこ食べて、美味しそうだなと思って。揚げパンが美味しかあれががっつりたまって。揚げパン美味しそう。
ないあ、ポンとか見ないかも。あ、大阪なの、ね、買って帰りそうな、ね、買って帰る、買って帰る、大阪何があるんだろう。いつも行った時何買ってるんですか。いつもだいたい基本唐揚げとかフライドポテトとかフライドポテトとか、あ、そうそう、カップに入ってなんかいっぱい持ってギッてさせてくれてやる。みんなで知らんとすぐなくなる。ポテトもなんかフリフリポテト、なんかなんていうかな、ガーリックソースとかバーベキューとか入れてくれてバーって振ってくるやつで300円ぐらいで買ったら意外と入ってなかった。こんだけかーい。すぐもうなくなったとか言って。なくなるんですよね、あれ。あれ美味しかったな、もっちりチーズのカリッと揚げとかなんかで、あ、なんか包んでたみたいな、なんかチーズを、あれ何やろう、ライスペーパーか春巻きの皮かなんかでバーって包んで揚げてあんねん。もっちりしてたんだ。中がね、ちょっともっちりしてて、外カリカリで美味しかった、うん、あんまりなんかないよね、多分いろんな、なんかもすごいあの大きい綿菓子あるんですかね。ああ、あのピンクとか青とかの。なんか東京とかである、うん、あれがなんかサリハンがあれ食べてきてる。UFO みたいなやつ。UFO。食べぶれやろあれ。あ、そうなの。あれ私の家の近くなんやそう。そうなの。あるんだ。なんで東京とかしかないのかと思って。何年前なの。今年で、そう今年で。何年食べたい。食べたい。そうだね。あれはパターンだね。あれも多分あっちゃんがもっと似合いそうって言ってた。あれもアリスの前で写真撮るのがいい。あ、その前アリスの、あそこからアリスに近くて、あ、なんかアリスの国が曜日のアリスだ。何それ水曜日のアリス。なんか、なんていうのアクセサリーとかいっぱいあったりとか。なんか入り口がちっちゃくてすごい可愛いとかね。あれ違うかな。なんか東京でもあるよね。多分そういうやつある。なんか東京のとさ、なんか東京のところはなんか横か何かに多分カフェみたいなのあるって。めっちゃ可愛い。そうそうそう、そこのカフェすごい可愛いって言ってたから。そうそうそう、大阪のカフェないかな。そこはない。あ、そこなんか作れるんですよ、自分で。アクセサリーやってくれるのかな。普段結構はできないけど大阪はそのよくみんなここで写真とか見て多いとか。うん、うん、あの、これやるの。うん、そう、あの ありがとうございます。
5万1000円こちらのスペースになります。安い。安い。部屋がこの特に70を開けて、何部屋で、お風呂どこで何部屋で、今言って、そうだ。どこやね。あ、かわいい。あ、おるちゃん。うん、友達。あ、友達、かわいい、見て。そうそうそう。え、こっちってとこ入るんですか。そこから入るんだ。これ、こうしたいけど。もうそのままでガンみたいな。なるほど。頭打つから、ここもね、どうやって。ここも全部ね、お店がちっちゃいってこと。どこが入り口かわからないようにしてあるみたいな。そう、すごい。いつもとはオープンなんですか。行ったことない。といつもオープンなのかな。でも閉められてるとか。確かに。オープンして、うん。で、自社販売のお店が閉まってる。あ、かわいい。何これ、チョコレート。チョコの鏡か何か。え、何やろう。結構な中島かわいい。何かがりかな、うん。なんかそんなんとか置いてあるって。あ、指とか。アリスのアリスのウサギじゃない。そうかな、入り口入ったところとか言って。あ、かわいい。この人結構何回もここ行ってて。そう、かわいすぎる。そんなとこ知らなかったよ。全然知らなかった。すごい。ちょっと入る、うん、子供だったらそのまま入れそうかわいい。だから映画のワールドだったアリスのワールドだったとかすごい好きなのに、うん、かわいい。あのなんとか猫っていう、あ、かわいくない、シシャネコ、あパパパパあれね、あれかわいい。簡単に買って帰る感じで、多分、うん、なんか買って帰るか、軽く食べて帰るか、高島屋の中でもご飯とか、あ、そうやね、午後一とかでも美味しそう、うん、なんか今日朝から午後一のコマーシャルやってて、午後一買って帰るか、だから量が、うん、なんか豚、あんまん食べたいよだから、あんまんもちもちね、あんまんもあるよ、午後一に、午後一そう、あんこがぎっしり詰まってる。そうそうそう、美味しいの。じゃあ、買う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 。うん、高島屋に。確かにね、肉まんのイメージがね。そうやね。うん。私もなんか、あんま食べても。なんかバレンタインの時期だけハートの肉まんとかありますよね。あ、なんかあったね、うん、バレンタイン、うん、バレン、あ、確かにもうすぐバレンタイントペソースすぐ赤くなるから。ジュース何杯でいいの？
しお付き合いいたします。よろしくお願いいたします。お部屋でございます。失礼します。ということで美味しかったです。ではごちそうさまでした。じゃあまたね、バイバイ。